こんにちは、速稼塾の久保です。私アイスクリーム大好きでね、その中でもモーってやつが大好きなんですよ。まあ生きる意味って言っても考えれば考えるほど分かんなくなるんで、ああ生きててよかったなって思うことが何回かあるじゃない。それだけで生きる意味あるんじゃないですかね。まあ生きる意味がなかったとしても生まれてきたんだからね、わざわざ死ぬほどの労力かけたくないしな。なんとなく今日まで生きていたんで、まあ明日もなんとなく生きていて、なんとなく生きてるうちになんとなく一生懸命やりたいことが出てきたりとか、なんとなく飽きたり、まあ棒フラのように暮らしてますよ。まあそんな私でもね、借金返して40から結婚して、毎日こうやってアイス食べながら朝も昼も夜も YouTube 撮ってなんとかできてますんで、本当にありがたいと思います。もう私のできることは私でもできたんで、あともう何人かこういうふうに人生をね、自分の思い通りに少なくとも今ある苦痛から抜け出すことができるんじゃないかなということを発信するだけですね。少なくとも貧乏なところから上り詰めた人の真似をして私はこうなったんで、同じようなことすればそうなる可能性は高いのかなと思いますよね。このモーっていうアイスはね、なんかすごい美味しいんですよ、きめ細かくって。なんかアイスクリームには4種類ぐらい種類があって、アイスクリームとラクトアイスとアイスミルクと、あともう一種類なんかあるらしいんですけども、アイスクリームは食べた方がいいらしいですね。ラクトアイスはあんまり良くないっていうふうに聞くんですけども、本当かどうか知りません。美味しい。いってらっしゃい。